割にはうるさいですね。仕事やっててこれが一つ壊れたと、じゃあボンドかなんかでくっつけてな使ってとか、そんなのお客さんに出せます？桂田社長が経営する宿泊施設で長く勤めていた男性は取材にこのように述べた上で、桂田社長の金にうるさくパワハラ気質の性格が事故につながったのではと証言しました。とにかく自分から出すっていうことが嫌いだから事故になったんじゃないかなと思いますね。人間っていう扱いをしてないですよね。自分が偉いんだからお前らは言うこと聞けって、だからやっぱりそういうところでケチるからみんな辞めてっちゃうんですよ。